このエリカ・バドのリムショットの曲の設計図ですけどもベースドラムキーボードどんな役割をしているか見てみましょうまずドラムですねハイハットは6連のノリを出してます1234ってやったら1個に6個ずつ入ってるってことですね たっ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 てやってますね。これびっくりだったのが6連のグリッドという線があるんですけど、見てみたらぴったりだったんで、もうちょっとレイドバックしてんのかなと思ったんですけども、これは完全に6連にぴったりでした。だからまあ僕らもできますね。練習すればね。面白いですね。で、次、キック。これも、あの、びっくりだったんですけども、まあ四部打ちか二部打ちですね。ちょっとここが聞き取りきれなかったんですけども、基本的には、ドン。 2,3,4, で1と3に打ってるだけでしたね。ドまあ、もしかしたら2、4で薄く打ってんのかもしれないですけども、そこまでちょっとライブ版だったんで聞き取りきれなかったですね。なのでキックはしぶち。簡単ですよね。ちょっと意外とびっくりしました。あんまり難しいことは全然やってなかった。